ラウデンバッハは、ドイツビュルテンベルク州ラインネッカー群に属す、マチソン。自治体としてのラウデンバッハには、ラウデンバッハ集落のほか、含まれる、小集落はない。オーバーイコールラウデンバッハとの境界地図ラウデンバッハは、バーデン北部のベルクシュトラーセ沿い、同盟の川のアゼに位置し、ヘッセン州と直接境を接する。町域は、西、北、東を、 ヘッセン州に囲まれている。町の東部ではベルクシュトラーセがラインボンチとオーデンバルトとの境を成している。南にはヘムスバッハ、西にはロルシュ、北にはヘッペンハイムが位置する。東はヘッペンハイム二属ス、オーバーイコールラウデンマフ派であるが、歴史的経緯から複雑な境界線が引かれており、オーバーイコールラウデンマフ派を通って、 ラウデンバッハに属す土地まで道路がつながっている。近隣の大都市には約2 5トル南西のマンハイム、2 5トル南のハイデルベルク、3 0トル北のダルムシュタットがある。町域は海抜9 4ルから4 0 2メートルで1029ヘクタール強の面積を持つ。このうち18.9%が住宅、交通用地、 56.3%が農業用、地21.6%が森林である。ラウデンバッフ派は795年にルティンバックとしてロルシュ修道院の土地大帳であるロルシュ文書に初めて記録されている。1232年、ラウデンバッフ派はマインツ大司教の支配下に組み込まれた。百八十八年、この村はライン急中白化の霊園とされ、 このために、ライン級中白とマインツ大司教との紛争の火種となった。1460年にこの村は消失した。この村は1485年にマインツ大司教の会に位置するボルムス司教の統治下に置かれたが、関税と10分の一税の徴収権は、プファルツ選定校に属すとされた。無数の闘争を経て、 プファルツ選定校は1705年にラウデンバフ派の全統治権を獲得し、この村はオーバーアムトラーデンブルクに編入された。神聖ローマ帝国の終焉とともに1803年にプファルツ選定校も廃止された。ラウデンバフ派はバーデン領となり、ヘッセントの国境に主要税関が設けられた。1849年にラウデンバフ派は ヘッセン軍とバーデン革命軍との戦闘に巻き込まれた。砲弾跡が旧牧師間に今も残されている。政治的には、1871年のドイツ帝国発足以来国民自由党が支持を集めたが、1912年にスピードが最有力政党となった。バイマル共和政下でもスピードは1930年までその勢力を保っていた。 しかし1933年の帝国議会選挙では NSTP が42.5%の票を獲得するに至った。これ以後、ラウデンバッフ派はバーデンのアムト・バインハイムに属したが、1936年に別クスアムト・マンハイムに並行され、これが後にマンハイム軍となった。第二次世界大戦後、ラウデンバッフ派は旧ドイツ領の東プロイセンやシレジア、 チェコ領であったズデーテン地方などからの放築者を受け入れたことで人口が大きく増加した。この町は新しく発足したバーデンビュルテンベルク州の一部となり、1973年の軍の再編によりラインネッカー軍に属すこととなった。1995年にラウデンバッハは1200年祭を祝った。ラウデンバッハ中心部プファルツ戦定校は、 ボルムス司教の抵抗にあいながらも1573年までに宗教改革を断行し、その後、その所領はビッテルスバッハ家と共に何度も宗教上の転向を繰り返した。1653年のレーゲンスブルクの若い後、カトリックとプロテスタントで教会を共用することとなった。ラウデンバッハでは1825年から1945年まで、 プロテスタントが多数であった。しかし、第二次世界大戦後の難民の流入によりこの比率が変化し、1951年にはカトリック信者が人口の51%を占めるようになった。現在、カトリック教会はフライブルク大司教区ハイデルベルクバインハイム首席主催区に属し、プロテスタント教会はバーデン地方教会ラーデンブルクバインハイム 協会管区に属している。ラウデンバッハの町役場ラウデンバッハの議会は5年ごとの直接選挙で選出される18人の議員からなる。これに議長として主張が参加する。主張は8年ごとの直接選挙で選出される。2020年からベニャミーン・ケップ・フレがラウデンバッハの主張を務めている。ズガラ、青字と銀字に左右に分割。 向かって、左は銀のワインつまみの釜。向かって、右は黒い鶴と緑の葉がついた青いぶどうの房。さ。この紋章は1539年の裁判員に由来する。このデザインは、この村にとって、ぶどう栽培が重要であることを示している。色は1910年に決定されたが、これは、プファルツ選定校の紋章の色にちなんだものである。旗は 青から白で1963年に内務省の認可を得た。ラウデンバッハの古い教会ラウデンバッハの教会は1238年の教皇グレゴリウス9世の教書に登場する教会である。現在はプロテスタントのマルティンルター教会と呼ばれている古い後期ゴシック様式の教会は1500年頃に建造されたものである。その後、1612年。 1722年、1936年と何度も増改築がなされている。1653年のレーゲンスブルクの和解以後はカトリックとプロテスタントが共用していた。1953年にカトリック教会が新しいセイバルトロメ教会堂を建設して共用は終了した。ラインネッカー経済圏に位置することで ラウデンバッフ派は大変恵まれた経済環境にあると言える。マンハイム、ルートビヒスハーフェンアムライン、ハイデルベルク、ダルムシュタットといった経済基盤の強固な都市がすぐ近くに位置している。このため多くの中小の商業、工業企業がこの町に社屋を構えている。ラウデンバッフ派は連邦アウトバーン A5 号フランクフルトアムマイン。 カールスルーエ線沿いの交通の B の良い場所にある。町内にインターチェンジはなく、通勤にはヘムスバッフかヘッペンハイムのいずれかの隣町に行く必要があるが、これはむしろ町内の交通渋滞に有料しなくて良いという結果をもたらしている。これに加えてドイツで最も長い連邦道である B3 号線も町内を走っている。ラウデンバッフにはマインネッカー鉄道の駅があるが、 あまり便利ではない。バインハイムへはバス路線が通じている。ラウデンバッハはラインネッカ交通連盟のサービス提供地域である。ラウデンバッハには基礎家庭学校が1校ある。この町はバーデン北部ベルクシトラーセ教育連盟に加盟している。この教育連盟は隣町ヘムスバッハの本家庭学校、実家学校、ギムナジウムからなる教育センターを運営している。 町は図書館を運営している。これらの文献は翻訳元であるドイツ語版の引用文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。